今の東京大医学部に学び精神科医になった多忙な仕事の傍ら創作活動にも打ち込んだ上山市出身の歌人斎藤茂吉と作家加賀乙彦さんの人生である年齢は50歳近く離れているものの歩みは驚くほど似ているだからだろう 加賀さんには医師の目で茂吉を分析したエッセーがある茂吉は両極端なものを同時に抱えた人間と評されてきた例えば「必要さと無頓着」あるいは「外面の良さと突然の感情爆発」これらはロシアの文豪ドストエフスキーと同様「転換気質」の特徴という。 加賀さんは続ける転換者は現実を普通の人よりもっと身近に細密に見ているこれが必要な態度につながる反面細部にこだわりすぎ没頭するのでそれ以外のことには無頓着になる人間の性格がその人の芸術を決定する茂吉はその例です王外とモキチ 加賀さん自身ドストエフスキーに傾倒し「戦国」「永遠の都」といった骨太の作品を数多く生み出してきた1月に93歳で世を去った後は山形市内の図書館に一時特集コーナーも設けられていた人間の本質を見据えた加賀さんの作品世界に改めて親しむ好奇だろう